るという納豆と蜂蜜とパンに囲まれた夢の国、ネバトン王国。この国を守るのは豪華絢爛のお城に住むとってもプリティなお姫様。姫ちゃんと元気いっぱいのオープン、愉快な仲間ネバール君やハニトンたちに囲まれて幸せに暮らしています。さて、姫ちゃんたちがどんな生活をしているのか、ちょっと覗き見してみましょう。してちゃダメねばよ。今日も何か楽しいことないかな。暇だわ。今日からネバトンがスタートしたのに。それでそれで、姫ちゃんはこの番組をどんな番組にしたいねばか。みんなが楽しめて可愛い番組にしたいわ。素敵、ネバリ君もそうしたいねば。じゃあ王君、王君、この番組に対して意気込みお願いしますねば。頑張る。頑張るぞ。さて、ここネバトン王国のお姫様姫ちゃんと王子様王君についてご説明します。この2人は本当の兄弟。そして YouTube の大人気チャンネルプリンセス姫スイート TV の姫と王子なのです。プリンセス姫スイート TV のチャンネル登録者数は60万人、チャンネル総再生回数は15億万回。パーティー、ファッション、おもちゃ等、プリンセス姫スイートのライフスタイルをご紹介するこの番組は毎日更新中。ハニトンからもなんか言ってねばよ。ネバトン王国の愉快な仲間ネバール君、納豆とそのふるさと茨城県、そして世界中の子どもたちを応援するためにこの世に生まれた納豆の妖精、それがネバール君。そしてネバトン王国の愉快な仲間ハニトン、カラオケパセラグループの名物ハニトンの応援キャラクターとしても活躍中。夢は地球にハニトンランドを作ること。姫ちゃん、そろそろネバトン王国で大人気のテレビ番組が始まるねばよ。本当だ、見なきゃ。鳥だ、いやドローンだ、いやダメだゼットだ、やっちゃダメなこと決して許さない、正義の使者ダメだプス、ダメだプス。テレビに近づきすぎちゃダメだゼット。あ、もうすぐネバトンが始まる。もうまた旦那近くでテレビ見てる。テレビを離れて見なさいっていつも言ってるのに、もっと離れてテレビを見なさい。やだ、だってここがいいんだもん。こうなったらあの人に頼むしかないわね。助けて、ダメだゼット。ママの悲痛な叫びはダメだゼットの超広角イヤーに届くのだ。助けて、ダメだゼット。この声はどこかのママが困ってるんだ。よし、今行くぜ。ダメだゼット参上。ママさん、どうしたんですか。ダメだゼット来てくれたんですね。見てください、うちの子あんないつも近くでテレビ見てるんです。あれは危険ですね。おそこの君、そんなに近くでテレビ見ちゃダメだゼット。なんで、いいじゃん。よしよし、なかなか言うじゃないか。はあ、これを食らってもまだそんな口が利けるかな。行くぞ、ダメだプリン。ダメダーゼットの目は特殊な訓練によりダメダービームが出るようになっているのだ。キャー、なにこれ。そんなに近くでテレビを見せるのだ。目が飛び出しちゃうかもだゼット。みんなも気をつけるんだゼット。さらばだ。ありがとうございます、ダメダーゼット。キャー、伸ばしてって。こんなに遠くてテレビ見れてるねばか。
だこわわ。姫ちゃん、だだこわわのお時間です。本日のだだっこは東京都のみきちゃん1歳8ヶ月大阪のゲームセンターでもう終わりと言ったらもっと遊びたいとだだをこねた時の映像です。姫ちゃんは審査をお願いしますね。ママ、言わないでしょ。おーい。このだだっこを撮影したママからの一言ですが、完全にパパの遺伝子だねということです。姫ちゃん、今回のだだっこはいかがでしたでしょうか。すごい可愛かった。めちゃめちゃ肌こねてたし、床に寝ながら足じたばたしてて可愛い。では今回のだだっこへのプレゼントはどうしましょう。姫ちゃん選んでください。缶バッジ。だはい、みきちゃんには缶バッジをお送りします。大事に使ってね。ネバール君の絵本読み聞かせ。おならお化け。ネバール君がいつでもどこでもプップップップおならをしていると、おならお化けがやってきました。おならお化けは言いました。プップップー、人前でプップップ、おならをするとプップップー、嫌だと思うプップップー、人もいるんだプー。それを聞いたネバール君は、勉強になりましたネバー、ありがなっとうネバープ。おならでお返事をしました。その日からネバールくんは人前でおならをしないで、こっそり陰でおならをするようになりましたとさ。おしまい。がんばれハニートン。何でもできる人気者を目指すハニトンが全国の天才キッズに挑戦する、こちら頑張れハニトン天才キッズに挑戦。第1回目となる今回、僕らがやってきたのはこちら東京都八王子市にある高尾スターレーンさんです。さあ、中にどんな天才キッズがいるんでしょうね。楽しみですね。それでは早速中の方に入ってみたいと思います。行こうハニトン、楽しみだね。はい、今回こちらハニトンも挑戦するスゴ技を持つ天才キッズに早速登場していただきたいと思います。今回ボーリング天才キッズ、熊沢きずなくん、小学校4年生です。さあ、どんなスゴ技を持っているんでしょうね。早速きずなくん、スゴ技見せてもらっても大丈夫かな。はい、今回どんなスゴ技見せてくれるのかな。あの人形にぶつからないように投げます。え、あの人形にぶつからないように投げるの。そんなことできんのかな。え、すごいよ、それできたら。待って、すごい。できた。じゃあ、絆カーブのコツ教えてください。最後にこうやってなった時、ここで押して、ここで押すように投げる。最後にここで押すように投げるんだって。ハニトン、分かった。さあ、それでは絆カーブ成功なるか。頑張れハニトン。一直線だったよ。残念だったね。で、どうだった今の。普通だって。でも下手くそってじゃなかったんだよ。よかったよ。それじゃあ、きずなくん、将来プロボウラー目指して頑張ってください。
してみろ、心で感じてみろ、未来への足音、希望への鼓動。突然暗闇が襲いかかるその時、揺るがぬ強い意志が勝利への鍵になる。遥かな星空へ祈りを込めて、諦めるな、前を見ろ、限界を超えろ。世界中が君を待っている。闇を照らせ光の戦士よ。世界中が君を信じてる。二つのパワーで戦え、ウルトラマンホーム。来週は子どもだよ。次回のネバトンは再来週。またね。この番組はマッシュアップエンターテインメント、パセラリゾーツの提供でお送りしました。